パアー写本、アウグスト・フリードリ・ヒルドルフ・ヘルンレは、イギリスのインド学者。中央アジアの古文書の解読で知られる。法単語の初期の解読者でもあったが、その功績は長い間忘れられていた。英語式の綴りでは、オーガスタス・フレデリック・ルドルフ・ホー・エルンル。共産主義者のエドウィン・ヘルンレはおい。ヘルンレは、インドのアグラのシカンドラーに生まれた。父のクリスチャン・テオフィルス・ヘルンレは、 ルートビヒスブルク生まれのドイツ系で、はじめバーゼル伝道会に入って、ペルシアに赴任したが、その後英国政公会選挙協会によって、アーグラに派遣された。ヘルンレは7歳の時からドイツで教育を受け、スイスのバーゼル大学で進学を学んだ後、1860年にロンドンへ渡った。1864年から翌年にかけて、ロンドン大学で、 テオドール・ゴルトシュティックカーにサンスクリットを学んだ。1865年に英国製公開選挙協会によってインドのメイラトに選挙士として派遣されたが本人の願いによって1869年にベナレスの大学でサンスクリットと哲学の教授に就任した。1872年に中ンゲン大学の博士の学位を得た。1874年に 一旦イギリスに戻り、1877年に結婚した。翌年再びインドに渡り、カルカッタのカテドラルミッションカレッジの校長を経て、1881年からカルカッタマドラサの校長を務めた。1897年にインド帝国勲章を授けられた。1899年に退官し、帰国してオックスフォードに住んだ。 1918年にインフルエンザによって死亡した。ヘルンでは英 e 軍のハミルトン・バウアー中尉がクチャ近辺で入手したカバガワ写本を調査し、1891年にそれが5世紀のサンスクリット文書であることを明らかにした。この報告は大きな反響を呼び、中央アジア探検ブームの引き金になった。 ヘルンデ自身の名声も上がり、インド植民政府は得られた写本をヘルンデに送るよう指示した。これらの写本は現在大英図書館にあり、ヘルンデコレクションの名で知られる。文書はサンスクリット、宝坦語、トカラ語、コウイグル語、ペルシア語、中国語のものを含む。スタインの探検計画にヘルンデは大いに喜び、インド当局がスタインを支援するように働きかけた。 スタインが発見したものはイギリスに送られ、まず、ヘルンレが整理してから、大英博物館に収められた。中央アジアからもたらされた写本の報告書は1916年に第一巻が出版されたが、著者の死によって中断された。ヘルンレの元に送られてきた文書の中には偽作もあった。悪名高いのは、宝ンのイスラムアフーンによる偽作で、 ヘルンデはこれらの文章を読めなかったが、真面目に論文で取り上げた。後に、スタインがイスラムアフーンを直接尋問して、偽作であることを明らかにしたが、この事件はヘルンデの名声を傷つけた。ありがとうございます。